コンフォートはアメリカ海軍の病院船。コンフォート級病院船のネームシップ。その名を持つ艦としては2世紀目。コンフォートは海事委任契約の下、カリフォルニア州ウィルミントンのコンソリデーテッドスチール社で寄港した。1943年3月18日に e ハッチット注意によって命名浸水し、同日海軍に移管された。 その後カリフォルニア州サンペドロのベッスレヘムスチール社で病院船に転換。1944年5月5日に艦長 HF ファイルツ中佐の指揮下収益した。コンフォートは第二次世界大戦を通じて海軍の乗組員と陸軍の看護要員によって運用された。1944年6月21日にサンペドロを出港し、オーストラリアのブリスベン、 ニューギニアのホーランジアに向かう。ホーランジアを拠点としてコンフォートはフィリピンのレーテ島からの撤退を10月及び11月に2度支援し、12月には患者たちをサンペドロに搬送した。コンフォートはレーテ島経由でホーランジア2945年2月6日に戻った。その後3月にスービック湾及びルソン島のリンガエン湾から負傷兵を運び、 4月2日から9日までは沖縄近海で活動、負傷兵をグアムへ運んだ。4月23日に沖縄に戻り、6日後に日本軍の特攻機の攻撃を受ける。この攻撃で6名の看護婦を含む28名が死亡、48名が負傷し、相当の損害を受けた。グアムでの応急修理後ロサンゼルスに向かい、5月28日に到着した。 コンフォートは1945年9月5日にスービック湾に戻り10月11日まで同湾でステーション任務に従事した。沖縄への航海の後、横浜トグアムを経由して帰国の途につき12月11日にサンペドロに到着した。その後マニラ、横浜、ニガは沖縄への巡航を1946年1月1日から3月4日までかけて行い、 1946年4月19日にサンフランシスコで退役する。コンホートは同日陸軍に移管された。コンホートは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。コンホートは犯罪捜査官ネイビーファイル第8シーズン14はイーチ・オブ・アス・エンジェルスで太平洋戦争での硫黄島の戦いに参加した。 アメリカ海軍看護部隊について語られる中に登場する。ありがとうございます。